ははいいさんこんこにちはバンテックツイキでございます今日の「ウィークデーバンテック」なんですが「ジル520」を「衣食10」の3つのテーマでお届けしたいと思いますアストラリーリ CC1 と「ジル520」2台でキャンプイベント。 参加ししてまいりましたでジル520もねあのー、まあ撮影とはいえいろいろ梅雨キッチンやったりとかまあいろんなことをやってみてですね体感したね部分をしっかりご案内していきたいと思います食住の移動のだねえ実はですねキャンプ大会行く時に、えー、前回の動画でもお話ししたんですが。 私、520は運転しませんでしたので <laughs>、あのね、えー、その時の話ではないんだけれども、撮影でいろんなとこ行ってるから、この1台、どうだろう多分、バンテックの中で俺が一番乗ってるよね。運転してると思うよね。うん。え、1000キロぐらい余裕で走ったか。もっと走ってるか。これで、三重も行ったし、福島も行ったね。もうなんかいろんなところ行ってるんで。あれ、撮影の時はほとんど運転なんで、 一日で400キロとか走るんだよね。何千キロって走ってると思うんだ、えー。総括してね、今回お話ししていこうかなと思います。まずやっぱりね、えー、ギアが6速になりました。前のカムロードは4速だったものに対して、えー、ギアが6速になったと。 えー、これは本当にあの、エンジンブレーキとかね、そういったものもスムーズになったし、加速っていうのも非常にスムーズになりました。で、後ろがね、全部ダブルタイヤになりまして、えー、ダブルタイヤだとね、どうしてもちょっとその乗り心地が悪くなってしまうっていう、えー、デメリットの部分もあるんですけれども、えー、そのあたりもね、あの、ショックアブソーバーを変更することによってしっかり改善されていたなという印象があります。あの、インターチェンジとかのあの、長いカーブですね。長いカーブを、えー、曲がるときにね、本当にあの、修正打なしで、 そのままスーっと入っていって、えー、そして本、本線に合流するときも、スピード加速していって、ひょっとこう、合流することができると。非常にね、あのー、運転自体もスムーズで、えー、走りやすいなという印象を受けました。あと、えー、やっぱり、いろいろね、え安全装置がついてます。衝突安全のピピピについても、やっぱり結構あの、撮影とかだと、U ターン結構ギリギリのところでやったりするんですけれども、しっかり反応するし、人間だと、 ブレーキもこう踏むのね、ちょっとこうためらっちゃったりとか、ブレーキを強く踏むっていう行為がね、すごい怖かったりする場合があるんで、なかなか思いっきり踏めない中で、やっぱりね、機械なんで、そこは思いっきりドカーンとね、ブレーキ踏んでくれるんで、本当に、あ、すごいなっていう印象を受けました。衝突するつもりで走ってるわけではないので、逆にちょっとびっくりするぐらいなんですけど、ビビビっていう音と一緒に、ぐんとこうブレーキがかかると。 いう形でした。車線をこう、ウインカーなしでまたゴうとすると、えー、音が出るんですけど、それもね、あの、大型トラックだと、ものすごい不快な音が出るんです。ビーみたいな、ジーみたいな音が出るんですけれども、えー、このカムロードの場合はね、ピピ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 っていう音で、どちらかというと、目覚まし時計のアラームみたいな、そんな感じの音なので、不快ない感じのお知らせ音ということで、しっかりお知らせをするっていう機能ああ、非常にいいなぁなんて。 思いました。回転数もかなり低いところでずっと巡行していくことができるので、音も静かだし、乗っててもなんかあんまり疲れないなという感じでした。前のね、カムロードも決して悪くはないんだけれども、よりなんかその、ちょっとなっていうところが改善されたなっていう気がしました。続いてね、衣食住の食だね。ご存知の通り、ご存知ない方はね、過去動画見てください。<laughs> あのね、つ、えー、キッチンやっておりますのでね。で、あの、実際に調理をしました。 前回のアストラーリ CC1 では、えー、電子レンジをガンガン使って、あのー、料理できるんですごい楽ですよというお話をさせていただいたんですが、つゆキッチンでやったジル520はですね、まあ、展示車なので、電子レンジがそもそもオプションということもあり、装着していない車両でやりました。なので、えー、料理はね、電子レンジ一切使ってないんです。簡単にできる料理。 作れる料理みたいなのをいろいろやってみたんだけれども、良かったよね。うん。あのー、やっぱりね、キッチンスペースっていうのがどうしてもこれ限られちゃうんですけれども、えー、このジルゴニーマの場合はシンクとコンロが別々で設置されている。蓋がね別々で開いたり閉まったりするんですね。例えば水道を使う場合は水道側の蓋を開けて、コンロの蓋を閉めておくことによって、コンロの上の部分が作業スペースとして使える。 逆に、えー、コンロを使っていて水道は使わないよっていう時はコンロの蓋を上げておいて水道の蓋を閉じてあのシンクの蓋を閉じておくそうするとシンクの場所をキッチンスペースとして作業スペースとして使える例えば鍋で火かけてる状態で野菜を切ってやれなきゃいけないとか。 切った野菜を置いとかなきゃいけないとかねそういうこともあると思うんだけれども別々の負担になってるんで非常に楽でしたねあとキッチンのその周りの小物スペースっていうのかなすごくいっぱいあって例えば調味料とかねそういったものも一通り置くことができるその調味料も意外と振った後どこに置こうかなみたいなの結構あるんですけれどもそれが特にスペースが小さくなればなるほどやっぱり食材が置いてあったりまな板置いてあったり包丁置いてあったり えー、お鍋が置いてあったり、フライパンを置いてあったりっするんで、置く場所がね、決まってないとなかなか難しいんですけれども、そういったものを、えー、置く場所っていうのがね、本当にあの、たくさんあって、使い勝手が良かったと思います。あとね、あの、換気扇だね、この車ついているので、まあ単純にその匂いうんぬんかんぬんっていう話もあるんだけれども、鍋とかで例えばお湯を沸かしているとき、これ換気扇がなかったりすると多分車の中暑くなるような気がする。昼暑かったけれども、やっぱり、 鍋を置いて換気扇回しておくと全部水蒸気が外に逃げてくれるので中のこの快適な空間は空間の空調はしっかり守られてる。そんな印象を受けました。その換気扇の上に照明がついてるんですよ。手元を明るくしてくれるので、やっぱその明るいところでの作業ってすごい楽だなという感じを受けました。使い勝手がいいキッチンでした。衣食住の10、す、え、ぐ、ー、だね。このジル520 なんですけれども過ごしてるのはね僕はアストラリ CC1 で、えー、寝たりしたんですけれども前回のキャンプ大会ではここを休憩室として使っていたり YouTube のね編集してもらうのにここを使ってもらったりとかっていうことで、えー、意外とねあのー、日中過ごすのは実はジル520の方が多かったんです CC1 とジル520隣付けで止めることができたんですよなので、えー、CC1 で、えー、ご案内して お客さんがいなくなったらちょっとこっちで休憩したりとかっていうことをやっていたので日中はずっとこのジル520で使っていたと夜ここで宴会やったんだよね長々と宴会してたよねずるずるね、えー、キャンプイベントを運営している、えー、YouTube の、えー、とケンケンさんもう今ご夫婦なんだよねおめでとうございます <laughs> こっちもねずっと宴会で盛り上がってねずっと喋ってたんだよね LINE あったのも気づかず飲んだくれてワイワイやってて ほんで、トントンって来てよ、どうですかなんて来てくれたんだけど、その時でもうだって結構いい時間だったよね。ゆったりできる。うん、で、その時間を忘れるというか、のんびり過ごすことができたんだね。もうほら、YouTube はね、あの、晩酌しますであそこでバチンって来てよ、あそこから長いからね。あそこから、あそこからが強い本領発揮だから、本当はね。うん。もうちょっとやれたけど、明日があるからずっとやめたんだよね。うん、っていうぐらい、すごくのんびりできる。これってね、 多分室内の何て言うのかなえと装飾っていうのかな全ててにおいのの多分全体のバランスだと思うんですよ照明の色ジル520の場合だと全部暖色系で落ち着いた感じの色もう夜もねこれずっと落ち着いた光なんだよねうんで全然あの暗い感じではなくて明るいんだけれどもちょっとこう落ち着いた感じそして床もねあのちょっとこう木目調の。 落ち着いた色でシート生地はまあ長時間座ってても大丈夫のようなねこういうシートこれもねテストするんだよねだ座り心地とかを全部チェックしてこの間モニタリングやったり結局あってね俺も参加してワイワイ言ってきたけどね色々ね初日すっごい雨だったもんね警報級の周り水浸しっていう中で、えー、すごく、えー、落ち着いて車の中で過ごすことができました、うん、あとねやっぱりそのマルチルームなんかもね、あのー、朝とか 顔洗っったりとかする。やっぱ二面鏡だしね。朝起きてとりあえずジリゴーニ丸こっちにやってきておはようなんつってねやってきてじゃあこっちでっつって顔洗ったりとかしたんだけれども洗面所がすごくい,い、ねうん、あのマルチルームの中に洗面所があるっていうのがなかなかやっぱりないもんだから角にねシンクが設定されてるんだけれどもそのシンクも、えー、すごく使いやすいし、えー、二面鏡なのでそういった身だしなみチェックするのにも非常にそのやりやすい。 ということでマルチルームの中で準備ができるっていうのがやっぱりすごくいいなって思いましたまあ銃でねあの非常に重要なのはその後の寝るだね実は僕はアストラル CC1 で寝ていたのでこの520で寝てないんですよ 5.2メートルっていう全長を確保しているんで、えー、非常にベッドのスペースは広いと思うんだよね。うん、広くて当然コンセントもあって、照明もあってっていうことで、読書灯と、あと関節照明、全体を明るくする関節照明と2種類あるので、えー、すごくそのベッドスペースも明るくしたりすることもできるし、スポット的に明るくすることもできるし、えー、真っ暗にすることもできると。シチュエーションによって、そのベッドスペースを使い分けることができるのかなと思います。 っていうか今度520でさ、やるか。ジル520で、えー、実際に使ってね、ライブカメラみたいなのをこうつけてさ、ね、なんかやったらいいかもね。うん。実際に使っている動画っていうのも今後上げていきたいななんて思います。はい。ということで、まぁそんなこんなもん含めてね、その、えー、ジル520の衣食10の、1の部分ね、お話しさせていただきました。はい。えー、ということでね、えー、ジル520。 今回ね1色10に合わせてご案内していきましたベストセラーモデルということでうんジル、えー、の中でも一番、えー、販売台数が多いこのジル520使ってみて分かったその、えー、便利さ快適さっていうのがねやっぱり本当によく分かったね、えー、このねジル520も、えー、実はね直接、えー、ご覧いただける、えー、チャンスがあります神奈川県綾瀬市にある ノーモ、アヤセガレージというところでね、えー、この、ジル520と、そして前回ご案内したアストラレ CC1、2台ね、えー、展示させていただきます。でね、えっ、ー、と、実はその翌週なんだけど、これはね、1日だけ、10日、7月10日、葉山にある RV パークで、やはりね、えー、アストラレ CC1 と、ジル520をね、えー、展示しますので、その時も私、 行きますで、えー、私が直接ご案内させていただきたいと思いますので「えー、いやちょっと2日3日ごめんちょっと予定あるわ」っていう人は7月10日また同じ神奈川県だからねちょっと距離あるんだけどね是非 <laughs>、えー、ともね遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います今日の一句やっていこうかなアストラーレ CC1 と JIL520 使ってみてみい、えー、いいとところたたくさん発見できましたということでそういう、えー、気持ちも含めてね今回一句やっていきたいと思います 今日の一句、新発見、使ってわかるジルの良さ。ということでね、まあこうね、ジル520もそうだし、アストラーレ CC1 もそうなんだけれども、やっぱりね、使ってみて、本当に自分で使ってみて、ここがこうだからいいんだっていうのが、本当によくわかりました。またね、改めてなんか違う車で本当やりたいけどね、もっともっとね、いろいろ、えー 使って、そして撮影ねやっていろんなところ旅してジルの良さアストラリ c c 1の良さ、えー、引いてはねもうキャンピングカーの良さもねこのバンティック TV でご紹介していきたいと思いますということで以上バンティック TV がお送りしました